どうもー、影やんです。今日は2021年4月2日、金曜日ということで、また、青空からこうスタートさせてますけどもですね、今日は金曜日ということで、僕は1週間のこうスタートということになります。普通の人はね、金曜日言うともう1週間の最後なんで、一番こう気持ち的には楽になって楽になる日になるかなとは思うんですけども、僕はここからこうちょっと気合を入れてこうやっていくということですね。昨日はね、もうお酒をたくさん飲みました。でちょっとね、こう 日本酒ですね。でお客さんに教えてもらったね、酒屋さんにちょっと行ってきてね、浜松の酒屋さんなんですけど、なかなか面白い酒屋さんでしたね。ちょっと、マスターとこうちょっと喋りましたけども、次のお客さんが来たんです、もう帰ったんですけど、もっとお話したかったかなというところで、なかなか面白い、ところ、これもお客さんのおかげでですね、知ることができたということで、またちょっと、その酒屋さんには通ってみようかなというふうに考えております。ということで、山中ですね、山中、光に当たっておりますね。どうでしょうかね。なんかこうちょっとこの辺がちょっとへたってる感じですね。これね、へたってるところもありますけど、まあ全体的にはこう広がっているか、まあそんなに変わってはいないかもしれないですけども、ちょっとこれしっかり見ていこうかな、と思います。まあまあ順調なんでしょうかね、どうなんでしょうかね。光はちゃんと当たってるんで、このままね、育っていけばいいかなというふうに考えます。ということで以上です。じゃあ皆さん頑張ってください。